はい、皆さんこんにちは、ハレリアプロの津村です。じゃあ皆さんこんにちは、これ撮影時点ではハレリアのイカです。おやっという形でね、まあ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 、わかるでしょうという感じでね。はい、ちょっと今日喉がガラガラなんですけど昨日にカラオケに行ったせいですから、ね、そうですそこはご了承くださいという形で、はい、というわけで今晩ですかね、うん、今日の夜プロツアーが始まるということで、うん、はいはい、早速スタンダードやっていきたいなと思うんですけど、はい、今のスタンダードすごい面白いですよ、まあ、ゴルガリが中心ではあるけど、ゴルガリ、デスカイ、そうですね、青タン、赤タン、セレズニア、ポロス、青赤フェニックス、そうそう、青赤フェニックスもいて、なんかめちゃくちゃ敵の種類あってね、うん、面白いよね。まあ、実は、これ撮影時点ではまだプロツアーも2週間近くあるんですけど、10月末です今、はい、まだまだ全然決まらないいや本当に、いやワーズ敵多すぎてちょっと強いんですかね。そう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 、どうしようかなみたいな。まあ今日はちょっと練習も兼ねまして、はい、先週グランプリが2つ行われて、あとスターシティゲームズオープンクラシックだかわかんないけど、うん、はい、もう開催されたというけど、優勝した時はまたすごかったんですよね。ね、もうどんな大会も優勝した時が全部違うけどみたいな、ね、そう、同じメタゲームと思えない分布で、そうですね、うん、アメリカとかグランプリに見どころがトップ8になかった、そう、トップ8に0で負け組で、このメタゲームの違いみたいなのも聞いたことですけどね。そして CG ではちょっと今日使う全然知らなかった、全然すごい雰囲気が勝ってたらしいという。いやー、これね、今日のタイトルが、はい、これカンペですけど完全に、はい、不思議発見、はいはい、スタンダード不思議発見らしいんですけど、まさに超不思議デッキがね、すごいです。 GP 優勝したジェスカイコントロールもかなりすごいので、もしまだご覧になっていないという方がいたら、もう、はい、すごい驚くと思うんですけど、井川さんのデッキはそれを知るのにまがまがしい、ね、なんでこのデッキたちが果たしてプロツアーで活躍するのかどうかもね、そうですね、見物になりますね。はい、じゃあ早速試合の方を移っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先手津村、まあ、かなり大丈夫みたいなハンドですけど、まあもうこれさえあれば全てを可能にしてくれる夢と希望に詰まったキーカードがしっかり2ターン目に出せるのでキープで、以下はワンランドなんで普通に降りるんですねおめしろそんなかけらもないこれキープしますが、まあね、緑黒白黒なのに手札が青いっていうのも、何がしてるかよくわかんないですけど当然のようにキープで、はい、行きましょう。じゃあスクライ下で、はい、お願いします。お願いします。じゃあカップに入れ、これこれ今羽毛現象来て下落ちた、下送ったよな、ほんで、あ、そうです、あ、いいなぁ、これです、はい、じゃあこれ、あぶさん、アブザン、今のところ全然デッキが分かってないんで、で、これです。エンドマイン、エンドマイン、え、あ、コアタレール、あ、はい、はい、3ゲームドロー、え、簡単ドロフィー、カルーソン、そう、終わり、じゃあ、もう、キッチです、はい、ゲーチュー、はい、なんだろう、コストゼロね、そうですね、今ゼロで、あと4種類で、これバイヤーですね。割れるかね。割れます。ああ、大丈夫このデッキ。まあ、ちなみにこっちの手札はまあまあやばいで、アゾールなかったら死んでるんじゃないかって。終わり。起動します。おいおい、作者出てこい。はい。お、今ゼロ。じゃあと。はい。なんかレジェンダリーだもんね。最近僕、伝説のアーティファクトことごとく場に出しちゃう病気がこの間、不滅の太陽2枚出しちゃってバー壊れた終わりです。昔だったんで、両方割れたから優しかったよ。ダーダメだ、ディスカードはちょっとゲームになるぞ。はい、起動します。じゃあ、はい、6、あ、はい、いいカードですね。これ知ってますよ、僕もしてますね。1個もないけど、そんなのないけど、いや、夢と希望が詰まってるからね。じゃじゃーん、あ
土地引きはなんとかまだ夢が、はい、ビッツ21、終わり終わり、エンドリングキッチョクよし、で、23、23か21かあ、23か、で2点が見えない、はい、間に合った、ほら、もうすごいよ、わからんのようやくしかし、もう変身してしまうよと、変身すると、え、いいんすか、ちょっと大丈夫です、もしかして、あ、これ確かにこれだけでも分かった、いや、それえ、クリスカル君、ここに2枚通報したけど大丈夫、ケンジ、お、読んで変身します、このまで、あ、そうかさ、ちょ、絶対に、え、ごめん、結構優しいんだ、25で、今25まで違うやりたいと大負けだけど出てくる、えぇ、ー、殺してよ、どういうこと、え、エヌ言ってる、え、あ、インスタントはね、で、で、ターンシルに手振りをして、25までカウントアップして今度は25 50まで48まで46点パンパンガンガン、ああ、ちょっとめちゃくちゃするやん、ああ、どうしようか、メイン、これも、もう一回メインやる、カラフルな土地、あ、青緑、白黒、緑白、青黒聞こえてる色じゃないけど、はい、って感じで、まあ、で、これはね、もう最強のカードなんで別に2番の抵抗ですけど、はい、って形でキープします、はい、こちらちょっとキーカードないんですけど、あれ、まあまあちゃんと OK だってことで、うん、キープ2番からで、じゃあ、はい、終わりふんわりふんわり、そうです、うん、じゃあ次、白黒するか、あれカラフルの方がいいよね、盤面は、そうです、え、え、発見、はい、大丈夫です、英語ですよ、両方だった、両方上、あ、くっつり、やばいです、よいしょ、よいしょ、いい、どうした、はい、これです、1本目と打って変わって土地が伸びるこの幸せたるやな、こっちはちょっとキーカードないな、デクダがデクダがやばいか、はい、お、5色揃いました、おぉもうよくわかんない、もうよくわかんない、オッケー、じゃあさ、これ打つ以外何打つことはない、すごいカードもうカードの効力わからないぐらいですね、コミュニティあるからこれはアンタッピー、はい、大丈夫、はい、はい、絶対やるぞプラス、で、いいな、なんだ、としてはここでいると避けれるからいいか、いや、いや、そう、お、まずい、スタックで進行ペイントは今はやってる、はい、どれがいいんですか、ベンチの、俺もわからん、まあこれか、ソーサリー、インスタント、インスタントです、これどっちでもいけちゃう、どっちでもいけちゃうぞと、うん、はい、はい、ドローをして2になった、もう一枚もらうか、はい、セットして、
よう分からん。これでいいか。はい、銀25。あり。銀切れちゃう。はい。なイエス。はい、ワンダップドロー。はい、フィーバータイム。フィーバータイム。オフィーバータイム。このフィーバータイムやることといえば手ごうんと手ごで、まずコピーが、はい、コピーからシュッシュッやろう。で、降りる。じゃあもう一回手ごとか。シュッ手ごシュッシュッ。あーうーん、どこじゃない。はい、見つかんねー、マジか。さてどうしようかな。まあ今ね、こんな感じでもう今ぶっ破して次のターンこれが通れば勝つんですけど、逆にカウンターされたら負けるんですけど。どうしようかね。いくか。もう負けそうだしな。ほら。ああ、なるほど、タイムワープ。ああ、今コピーしてるのか。うん、あ、そうそうそう。じゃあ両方回転しました。はい、で次勝ったんですけど、あとピッ。いやー、いったの遅かったな。モード選ぶんでしたっけ。はい、じゃあ、まあ、プレイ、まあ、プレイするときだっけ。選んでから。あ、そうだね、サイドボードから。サイドボードから。何が来るか全く分からない。今、追加1回目です。でも、とりあえず、面白いし、通してるのか。はい。よく分からないから。じゃあ、いきますよ。はい、はい、脅迫。え、コピー。そんな殺生な。え、死んだ。え。なんか隠れてるけど。なんか厚みが。はい、はい、はい、はい。見えないもん。見えないからしょうがない。違う。これは。あ、ああ、負けなくなるのか。はいはい、あ、ひどいよ、ペンジ君。じゃあ、こちらも。はい、これ落として、落として、じゃあ、脅迫開始ですか。大丈夫。あ、しかも、フィニッシュはなかった。急がなくてよかった。じゃあ、これで。ターゲットです。負けるか。忘れた。焦りこうか。まだまだ。そう、なんという悲劇。はい、サイドボード側ですね。まあ、フライドを捨てて、ゴミキャントリップとコンボパーツ抜いてと。で、まあ、いわゆるアグレッシブサイドボードですね。青黒のクリーチャー出して、白のクリーチャー出して、緑のクリーチャー出して、赤のカラクで勝つと。もうね、やっぱね、マジック・ザ・ギャザリング5色のゲームなんでね、5色の力フル動員して頑張っていきましょうよと。はい、こちらサイドちょっと多いんですが、で、入れたのが、このクリーチャーいっぱい、リーカーさんも言ったらしいですけど、僕は対抗してサイドインする。ゴミキャントリップと、相手のキーカードに触れるカードと、まあ、これは他のカードよりいいかなぐらいです。あんまり必須ではないんですけど。3ターン目これから仕掛けれる、出るか、カラフルなランドとともにお届けしますと。まあ、ちょっと一色足りてないんですけど、僕の経験上、これは余裕でキープという結論になったので、キープします。はい、お願いします。うん、よし、終わり。終わりです。
リミテッド感あふれるリミテッド感そんな土地まであふれるリミテッド感さあレッツゴー。おお、なんもない。お、やった、いけいけいけ、ま、ゴーゴー。おー、これいけるんちゃう。え、ミスター3キルじゃない。お、いいっすか。はい、しかもいいっすか。まあまあまあ、そのハードなマックスをいらなさすめちゃめちゃ強いからな。ドロー、いっけー。18、失礼しまーす。はい、ちょいちょいちょい。ほんま、ほんま、とちとちとほんま、ほんまふざけてる。そんなことありますの？いやー、はい。おー、イエス。にゃん、にゃん、3番目。シュッ、で、終わり。シュッ、シュッ、ピン。ちょ、ここに。はい。ドロー。レッツゴー、冒険でゴー。もうすごいいいよね、冒険サイドボードが翻弄されてるでしょう。いいね、このデッキ。俺こういうね、グチャコントロール好きなんだよ。あんまりに、結構かなりないぐらいグチャグチャ初見だと何されるか全然わかんないよね。多分サイドボードの方が強いから、何言ってるのか本当にわかんないから、ね、はい、見てなくなって、アンダーって14です。ドロカーシュッ。アンタッピー2、終わり。ケージですやん。はい、どうぞ。3体で、水道どうぞ。あ、肩か、これで出ました。はい、はい、はい、アタック。なな、シュッ、見てる、食らった。1万つけるべきだったからな、ゲイン。3ゲイン。21。パリン。ノー。パリン。ただ、すごい奇跡的なトップ。お？必要。必要。ネセサリー。ネセサリー。お？お？ラスト。お？お？すごい。シューン。You like？ あ、なんだ。すげえ、いいよ、すげえ、やりたいこと全部やった。俺の正気ドラゴン盗んでくんないんだけど。はい、というわけでお送りした第66回ハレルヤコンバット、いかがでしたでしょうか。これまで今一回も触れてないけど、そう、ハレルヤプロズのユニフォームが新しくなったんじゃなくて、ハレルヤアックスっていうことのチームシリーズ、チームシリーズ、オーマンから開催されるプロツアー、これを着て参戦予定ですので、スタンダード本当に、ね、未知というか魔界といいますか、まだまだいろいろありそうです、ね、いや、いろんなデッキあるよね。カラデシのせいで使われてなかったカードが結構ね、使われるようになってね。で、海賊とか、青黒海賊とか、赤身と恐竜みたいなデッキもたまに当たるし、これまで使われてなかったけど、実は強力だったカードっていうのが最近発見されてきて、ね、それが面白い。面白い。新カードだけじゃなくて、そういうカードも追加されたみたいな印象を受けてるので、
カードがかなり増えたよ。いろんなカードが毎週毎週新しいカードが使われてて、すごい研究が進んでてね、そう面白いよね。まあ、クロスワード一つのね、何かしら出るとは思いますので、多分観戦しててすごい楽しいと思うんでね、まあ、ドラフトも楽しいしね、この反響。はい、というわけで今日からクロスワード頑張っていきたいと思いますが、今後をよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、というわけで第66回プレリアコンバット以上となります。ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。